どうもお疲れ様でございます。え、添削の返信の方、そしてまとめの方をいただきましてありがとうございます。で、今回ね、まとめに対してちょっと補足をさせていただきます。えっと、まず一つ目、チャートの画面は1時間足の場合、1週間分くらい見える範囲で良いと。そうですね。え、表示は範囲が広すぎると検証する場所が小さくなり、フォーカスしづらく見にくい。4時間デイリーも同じく。うん まあ、やっぱりこう、私たちは、あの、デイトレードですから、もう何日も前のやつは別に見えなくてもいいかなっていうところと、あとはね、一週間に一回、週足っていうのを見ると、その過去の流れっていうのは十分見えますので、一時間足を見る場合、まあ、だいたいそうですね、あの、一日分見えれば十分なんですけども、まあ、そうは言ってもね、あの、まあ、3、4日とか、一週間前ぐらいは見えてもいいのかなと思います。まあ、それ以上見えちゃうと、今度は、あの、 ローソク足がちっちゃくなってきてね。う,ん,うん。まあ、ちょっと見にくいかなと。それはもう4時間とか、デイリーとかの時間軸に任しておけばいいんで、たくさんの角が見えるやつは。1時間はね、あの、24時間ぐらいが見えればいいかなってとことですよね。まあ、でも24時間にすると今度でかすぎるんで、4時間軸と1日足のバランスが悪いですからね。まあ、やっぱりそう考えていくと、過去5日間とかね、過去7日間とか、 まあ、FX の時間っていうのは、5日が7日間に相当しますから、まあ、5日もないし、7日が見えればいいのかなってところですよね。はい。そして、エリオット波動なんですけども、エリオット波動ってね、できる前に感づくのもいいんですよ。まあ、でも、一応ね、エリオット波動が完成した時に、あ、エリオット波動ここにあったねっていうふうに、わかるところからスタートすればいいのかなと。もうこれに関してはしあの、あまり先走る必要はないかなと思いますね。 で、W 用品が強いのは、まあその通りなんで、えー、またね、この W の前の V の字ができた時、W の片割れですよね。この時に、あ、W かもなっていうふうに意識するとよろしいんじゃないかなと思います。で、ウクライナ侵攻によって、えー、一方的なあ流れができた時期がありました。 うん、これがですね、昨年の2月から半年ぐらいなんですけども、一方的にね、上昇していった、あつまり円安に向かっていた時期になります。その時は、まあ、多くの方がね、えー、利益をどんどん取っていったってことになります。で、152円に達したあたりで、日銀の介入が、まあ、噂されるようになって、実際に介入があったわけなんですけどね。まあそこから潮目が大きく変わって、えー、セルの方向に 進み出したんですけども、最近またね、上昇圧力が戻ってきたんで、まあ上昇するかなってところなんですけども、これがだからね、いろいろ考えて140円台で止まっていくんじゃないかなと思ってるんですよ。で、実際、昨日、夜に、夕方から夜にかけて、大きな下落がね、最近にはない大きな下落が起きて、まあ私の場合ロスカットを食らったんですけども、この時に、このロスカットに対して、あ、そろそろ、おまあちょっとね、上昇の角度が落ちていくのかなっていうふうに思ったところを、 今見ると、もう一つき上げ来ましたんで、ネックラインを超えてあ、140円カツカツぐらいは今日中に行くかもしんないなと。でも来週からはもう140円以上に141円とかになることはないんじゃないかなっていうふうに感じているところですね。うん。これは毎日相場回数をしていて感じるところなんで、 じゃあ、根拠はどこにあるんですかって聞くと、まあ、一つ、二つではなくて、たくさんあるんでね。えまあ、今からあるのはちょっと大変になっちゃいますけども、まあ、結論として、140円ぐらいでやっぱり予想通り止まるかなってところが、予想通り止まりそうだなってところですね。まあ、これに関しましては、金曜日に本当に140円直前で止まるのか、140円台のうちに止まるのかってところを見て、わゆるね、あの、この経験と検証から来る感が働くのかどうかってことを答え合わせしていこうと思います。うん。まあ、でも、このまま、 金曜日はもう一回ロスカットを食らうまで倍の方でね、えー、ついていこうかなと思いますよねはいえー、いろんなところでロスカットを食らうのがやむをえない場合の場所がありますそこではもうしっかりとロスカットを食らうぐらいの挑戦エントリーをしていきたいですねでロスカットを食らっちゃいけないところで無駄ロスカットを食らうのをまあ避けるべくこれからもテクニカルトレードに力を入れていこうかなと思うところですね えー、で、意識する点っていうのが、カッコでついてますね。えっ、ー、と、レンジの天井に達した際のセルはセオリーとして、そう、ブレイクして上抜けることを常に意識すべき。そう,そうそうそう、これなんですよ。うん。ここがね、勝負の分かれ目っていうか、レンジオプションができるようになってから、要するに上底過程の線が引けるようになってから、次の壁なんですよ。ね、えー。レンジオプションの時に、天井の近くに来ました。だから、決済してセルに転換しようと。 するいわゆる逆張りの対戦で出るわけですけどもでもそのまんま上昇していったあ価格がですねレンジの状態を超えてブレイクすることもあるわけですよ、うん、だからここはねちょっとね緊張の一瞬ですよね <laughs> まあここは上に抜けるかもしれないってことを意識しながら抜けたら例のヒゲ先とかがポイントになると思いますけども抜けたらしっかりと自分でねロスカットを入れて えー、バイでエントリーし直すとブレイクに対してえー、こう順張りの方に向けていくってことになりますねはいそれからパソコンスマホなんですけどもまあ私はねやっぱりスマホで FX をやることは私はないですね長い間やってきて、えー、やっぱりこうスマホはね画面がちっちゃいのとうんいまいち全体像が見えにくいんでまあ私の感覚としてはスマホが全然慣れてないんですよねうんだからまあこれからも パソコンの前を離れるんだったらもう FX はやらないですね。だから価格の確認はしますけどもね。実際に、倍とかセルとかポジションを持つときっていうのは、パソコンの前に戻るかなってところでございます。まあですんでね、ほとんどの方がいつもいつもパソコンの前にはいられないと思いますんで、えー、私の相場解説のそのタイミングっていうのはね、朝見て、昼間確認して、えー、エントリーする。そして夕方には決済みたいな。まあ1日に3回ないし4回見ればいいような形にしてます。まあでもね、そうは言っても、 本当はパソコンの前でやった方がいいなとは思いますけどもね。ただスマホならスマホで慣れていけばいい話なんで、私はもう個人的にスマホが全然 FX について慣れてないっていうことなんで、まあこれはね、スマホが絶対ダメっていうことではないと思うんですよ。まあでもここに書いてますけども、よほどのことがない限りスマホだけを見てのエントリーは避けようかと思います。うん。こういうふうに決めてやるのも、うん、すごくいいことだと思いますよ。 やっぱスマホがね苦手だな。スマホであんまり感覚がつかめないなと思ったらね。スマホは本当にトレーニングするために毎日見て、よし今日は FX するぞーっていう時はもう今日一日中家にいるって決めてね。まあ一日ずつでも半日ぐらいでいいんですけども、その時はパソコンでしっかりエントリーすればいいんじゃないかなと思います。まあ月に3万とか5万の利益を出そうと思ったら、まあ週に1回とか2回スマホに、えー、スマホじゃない、パソコンにべったりくっついて FX するでも十分取れると思いますけどもね。 はい。ということでね、パソコンがいいか、スマホがいいかってことは、ちょっと私にやっと結論出ませんね。自分は、私はね、あの、パソコン派なんですけども、スマホでは決済しない方なんですけども、スマホでやっぱり慣れてらっしゃる方もいるんでね。うん。だからスマホばっかりやってると、スマホで FX も慣れるんだと思います。はい。どちらのコースで行くのかは、個人個人決めていければいいと思いますね。じゃあ、粘り強くやっていきましょう。